皆様、こんにちは、まゆです。いつも動画をご覧いただき、ありがとうございます。さて、本日の話題は、世界一清潔な日本。海外ではありえない習慣に驚愕した理由とは？日本を訪れるすべての外国人が驚くことは、日本の街の美しさです。英国の BBC が、What Japan can teach us about cleanliness?日本が清潔さについて教えてくれることという記事を公開しました。記事では、日本にはゴミ箱やロードスイーパーがないのに、どこも美しくて不思議なんですと紹介しています。渋谷や新宿など、昼夜を問わず多くの人でにぎわう繁華街や、世界一の利用者数を誇る東京都心部各駅の駅構内や周辺も、意外にもどこを見渡しても公共の場にゴミ箱が備え付けられていません。どの町も常に清潔に維持されています。特に東京は世界で最も人口密度が高く、いつもたくさんの人でごった返しています。人口が約930万人である東京のような大都市が、ゴミ箱がなくてどうやって美しい街を維持し続けることができるのでしょうか。今回は、その日本の街の美しさの評価を独自の視点からご紹介していきます。共有スペースを自分たちできれいにするという考え方。日本では小学校教育から毎日授業時間とは別に掃除の時間があります。大学教育を除外して、小学校から高校までの12年間、日本の学校には基本的に専門の清掃員がおらず、生徒自身が幼少期から掃除をする習慣があります。お昼に学校給食後、昼休みを挟んで全校生徒が揃って学校内、学校外清掃をします。このような行動は日本人にとっては至極当然のことだと思ってしまいますが、これは世界でも滅多に見られないケースなのです。清潔習慣や公共心の育成、勤労体験など、いろいろな教育効果も期待され、グループを形成し、当番を割り振り、行動に移す。という清掃活動を通じて、グループのメンバーとしての自覚を深め、責任感を養うのです。それにより、小さい頃から、掃除の当番活動をみんなで協力して実践することで、自分たちで使う場所は、自分たちで責任を持ってきれいにするというコンセプトを、無意識のうちに芽生えさせます。日本では、ゴミ箱が至る所に備え付けられていなくても、使用する場所は来た時よりも美しくというコンセプトのもと、街を、共有スペースを清潔に維持することが各人の道徳心として備わっているのです。例えば課外活動で、遠足や修学旅行など学校行事で、校外学習イベントはどこの国のどこの学校でも行われているでしょう。これらのイベントごとでも、外出先で出たゴミを保管する目的で、あるいは、もしも体調不良に陥った時に利用できるためのエチケット袋として、使用できるようにと、ビニール袋が持ち物リストとして当然のように列挙され、一人一人持参するのが日本での習慣です。このようなことが、一つの要因として、自分で出したゴミは、自分で持ち帰り、捨てられる場所でちゃんと捨てようという考え方が、子供の頃から日本人の間では深く根付いていると言えます。日本人のゴミの扱いに関する集団主義的な考え方。もちろん、世界のどの国を見渡しても、道端にゴミをむやみやたらにポイ捨てしようとして、ポイ捨てしている人なんて誰もいません。ゴミ箱があれば、ゴミはゴミ箱に捨てようとする道徳心やマナーがあるのは疑いようもない事実で、これは世界共通の常識です。ただし、問題は、ゴミ箱が溢れそうかどうかなど、一切気にせずに、無理やり押し込んでみたり、すでに溢れているゴミ箱の横に置いてみたり、道中ゴミ箱が道端で見つからないので、面倒くさくて、そこら中に捨ててしまったりしていることが、見逃され容認されていることです。決して誰かがやってくれるからといって、自分も、ゴミを粗末に扱っていいということではないはずです。世界と日本とのゴミの扱いに関連する大きな違いの一つは、それが集団主義的な考え方に基づいているということです。日本では、
個としての動きよりも、グループとしてどうあるか、に比重が置かれています。例えば、多くの人が、特定の議題で何かをしていた場合、それが一つ正しいこととされる傾向があります。右へ習えとも称し、自分の右手にいるものに習えという日本人の習性を表現した言葉です。小学校教育まで遡れば、朝礼などで、クラスごとに列を作り並ぶ必要がある場合、前習えの号令で、みんなで前の人に、習ってまっすぐに整列し、校長先生など、壇上に上がる人の話を聞けるまっすぐの列を作る習慣があります。ただし、この論理に基づくと、仮に、ゴミをポイ捨てすることが正しいのが世論であれば、それが正しいことともされかねませんが、これは、学校教育や家庭教育で刷り込まれた道徳がそうはさせないのです。教育で、来た時よりも美しく植え付けられる日本人の観念に、ポイ捨てがいいものとする考え方はありません。また、集団心理が招く街を清潔に維持するもう一つ考えられる要因は、日本人が他人の目、他人がどう思うかをひどく気にする国民性を持つことが挙げられます。当然、そういう日本人でも誰一人としてポイ捨てしないわけではないし、ポイ捨てを当然のようにしてしまう行儀の悪い人ももちろんいます。ただし、ほとんどの日本人は他人に不快感を与えないように振る舞います。この性質上、他人に不快感を与えるもの、イコールゴミを粗末に扱うことは良しとされません。当然、他人に不快感を与えることをしない、などの概念は、もちろん、すべての国の誰もが持っている考え方ですが、いつも、相手の気持ちに配慮して、自分自身に謙虚に生きる日本人であるため、この意識が、多方向にしっかりと向けられているようです。ゴミの分別を徹底するという考え方。日本の美化意識の高さは、地方自治体などが取り決めたゴミの分別ルールの厳しさにもあります。普通ゴミの日、資源ゴミの日、容器包装プラスチックの日、段ボールや新聞など古紙回収、衣類の日、ペットボトルの日など、家庭ゴミの処理には、とても多くの分別が必要になります。家庭ゴミでなくても、公園やコンビニエンスストア、駅のプラットフォームや改札口付近等に備え付けられているゴミ箱でも、燃えるゴミ、プラスチック、缶、ペットボトルなど、最低でも4種類以上に分別が徹底されています。もちろん、学校のゴミ箱でも燃えるもの、燃えないもの、プラスチック類など、いろいろな分別ルールがあるので、子どもの頃からいつもこのように、ゴミの分別の意識が行き届いている日本では、ポイ捨てをしようという考えは思いつきにくいのです。最近は、市町村によっては、ゴミ袋を有料で販売しており、指定の袋以外で出されたゴミは収集してもらえない、という厳格なルールが設定されている地域が多くあり、各人へのゴミ及び、ゴミの分別への意識は増す一方です。日本人のゴミ処理や、分別に、大きく、通ずる、代表的な例をご紹介します。ルールを正確に理解し、守る日本人の在り方です。電車に乗る場合を例にとると、降りる人が最優先で、乗る人は降りる人が全員降りてから乗車し、乗る人たちは、先に並んだ人から決められた場所に、順序よく列を作り、整列乗車を行います。エスカレーターでも整列し、エスカレーターの動きに合わせて、いつも通り乗る人、もう、片側は、歩行経路として、お急ぎの方に道を開けます。非常に人気が高いラーメン店やスイーツショップでも、ディズニーランドの人気アトラクションでも、必ず順番やルールは守り、他人も自分も快適に過ごせる空間を作ろうと努めるのが日本人です。ご視聴ありがとうございました。